The minute I got back from Kyoto, I learned that the war had escalated further. The world's media was buzzing with news about the Zaibatsu, including the attack on Lee's Violet Systems. It was then that I received an email from Lee himself, saying he wanted to introduce me to someone who was well-versed in the Mishima Zaibatsu's affairs. At last, my investigation was back on track. The email concluded with a name I'd yet to come across. Lars Alexanderson. こんな場所にラースという人がいるのですか？私は三島財閥から離脱した反乱軍を密かに支援していてね。各地にこのような施設を提供しているのさ。止まれ。やれやれ、スポンサーに銃を向けるとは。相変わらず物騒だな、君は。リー警戒はするに越したことはないのでね。アリサ、まさか治ったのか？あっ、ナース、やっと会えました。感動の再会、まさにエクセレント。確保したジンの状況は？もう丸2日目覚めていない。アザゼルとの戦いのダメージは計り知れないようだ。なるほど。ところで、君はジンを奪ってどうするつもりなのかな？国連の諜報組織を敵に回してまでジンを必要とする理由があるのだろう？それは多数の生体反応を確認、鉄拳臭です。チッ、嗅ぎつかれたか。私も行きます。これを使え。了解、排除します。ここは俺たちが食い止める。その隙に陣を。はい。Fight!
The target. Be quick. You've got a date with death. ジンは確かに受け取ったよ。これよりプラン E を実行する。総員退避。 それでは諸君、いい夢を。 まさか最初から敵をわざとあそこへおびき寄せて爆破する作戦だったのか。
無事にジンも運び出せた。異論はないはずだが。ま、修繕費は三島財閥に利子をつけて払ってもらう。心配無用さ。ジン、お前にはまだやってもらわなければならないことがある。こんなところで終わらせるわけにはいかないんだ。What do they hope to achieve by sheltering Jean? This could be interesting to watch. Lars L.